皆さん、こんにちは、大地です。今日は皆さんと一緒にオプションを増やす質問っていうのを考えてみたいと思います。まあ、グローモデルの O ですけどね。グローって4つしか聞かないのに、なんでここにオプション、選択肢を増やすっていう項目があるんですかね。で、 ちょっとグローモデルの解説から始めましょうか。グローモデルの G はゴールの G ですよね。だからどうなったらいいのから考えなさいと。現状からどうしても発想しちゃうと、これどうしようってなっちゃうんで、ちょっと現状を置いといて、ゴールから考えましょうとかさね。で、ゴール考えたらゴールに比べて現状どうなってんのかっていうことを比較しましょうと。ゴールから現状を見てみようっていうことなのね。で、何ができてるのかっていうことをちゃんと確認しながらって、何がじゃあ課題なんだろうか、このゴールと現状の間のね。で、それを埋めるためにはどんな選択肢があるのか。 とにかく選択肢いっぱい出そうって言ってるんですよで。なんでかっていうと選択肢いっぱい出さないと結局なんかいつものやり方で力技でやるみたいなね。あのー、なんかこの発想を広げたりとか新しいアプローチして、で、それを使って効率的にやるとかそれをやりながら学んで成長していくみたいなことが起こらなくなるんですよね。だからオプションいっぱい出して、で、その中から意思決定して W ね、Will ですよね。決めて、で、具体的に行動しながらさらに学んでいこうと。まあこういう発想になってるわけです。で、 グローモデルって成長じゃないですか。実はその成長を作っているのはこのゴールを描くっていうところと、それからあとはね、オプションをしっかり出すことで、今までと違うやり方、ね、捉えできるようになるというので、実は成長していくんだよね。さあ、じゃあ。 どんな風にオプション出せるかって言ったら、やっぱり普段これまでとは違うやり方なのでね、何をやったらいいと思いますゴールに向かって何やったらいいと思う他には他には他には,他にはってやっていく中で、やっぱり出てくるんだよね。だから他にはっていう質問はすごく重要。で、あとはね、何をやめられるね。なんか今までだったらこういうことやってるけど、何をやめてもいいその代わりに何をやれたらいいみたいなのでもももちろんいいし、ね。で、 これ僕質な、好きな質問だけどね。ゴール達成したとしましょうってね。あなたがね、例えばここ3ヶ月後のゴールだったら3ヶ月後にゴール達成したとしましょう。それは何を変えたから、これまでとは何を変えたからゴールを達成したんだろうかってこう聞いてあげると、今までと違うやり方が出てくる可能性あるよね。目標達成する人のやり方は何が違うって、ね、なんか目標達成する人のやり方をこう聞いていってもいいし、もう具体的にね、〇〇さんならどうやるって言って、まあこれモデリングですけど、モデルになる人ね。 なんかうまくやれそうな人とかね、えー、憧れてる人とかそういう人ならどうやる何は真似できるってねこう聞いてみるとかねであとねちょっと違うタイプの発想でねこの時間半分予算半分みたいななんかもっと厳しい例えば3ヶ月後の目標だったらこれ1ヶ月で達成するとしたらどんなやり方すんのとかねって聞いてみると発想変えざるを得なくなるよね。 で面白いいアアイデがが出てくるみたいなことがもちろんありますあとどんなリソースが使えたら成功する誰が手伝ってくれるでもいいしどんなツールが使えるでもいいしどんなリソースが使えたら成功するって言っといて,てこういうリソースって出てきたらじゃあそれをどうやって手に入れられるだろうとかその代わりに何かねどんなものが手に入ったらいいだろうとかってやりながら新しいアイディア考えていくっていうやり方だよね。 あと、えー、これ人に注目したら誰でも協力してくれるとしたらどんなやり方をするってやってどうしたらその人協力してくれるんだろうとかねその代わりにどんなことができるんだろうとかまた考えられますと。 で、あとね、えー、もしゴールにトライして失敗したっていう未来があったとしたら、そのね、失敗した自分はどうやればよかったって言うと思うっていうと、やっぱり今までの自分と違うやり方が出てくる可能性があるね。であとはね、最後、もっと自分らしい、なんかこうやるべきみたいにね、これが止まってる人はもっとあなたらしいやり方とか、あなたのいいとこ使ったやり方とかってどんなのがあるのとかね、聞いてみても面白いかなと。まあ、なるべくね、発想。 広げて、で、クライアントが普段ね、えー、考えてないようなところをね、考えてみて、で、全部やれるとは限らないんだけど、ね、それの良さ、面白さ、で、に気がつきながら、どんなやり方だったら現実にできるだろうってね、こう考えてみたりするといいんじゃないかな、ということです。ぜひ参考にしてみてください。そして、クリエイティブライフをね、送っていきましょう。それではまた、バイバーイ。